るだけ。そんなんじゃわからないね。ためらってないでも止まらないでしょ。聞き飽きた誘い文句。Just come, let's go。迷ってないで、こっちにおいで。ここは何持ってるんですか？ぼ、オイラはテディベアだ。ね。前会ってた子、この子。ツイッター見てる方は、ああ、はい、X か。X 見てる方は知ってるけど。はい、大事に洗ってんな。うん、そう、おばあちゃんちの。そう、なかなか乾かなくてね。やった、かわいいだ。かわいいな。かわいいよ、この子。なんか、本物のテディベアみたいな、初めて買ったかも。買ったんちゃうわ。高そう、高そう。合ってんな。かわいい。かわいいやろ。うん、かわいい。この顔。毛並みがあんま整ってない。ちゃんと解いてあげないと。なーに？関係ないでしょ。はい、はい。今回は、レイちゃんのノーモアをカバーさせていただきました。はい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 、レイコさんですね。いやー、まあ、レイちゃんが曲出したら、デビューしたら絶対カバーしようとは思ってたんですよ。なるほど。好きやからね。だけど、好きだけじゃ。まあ、そうですね。って感じだった。ね、好きだけじゃ大変ですね。うん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 、好きだけで、好きやからって結婚したらいいってもんじゃないや。あ、なるほど。恋愛に例えたらそうやね。まあそうやね。ほんまにね。恋愛結婚しててなんでって感じだけど、まあでもそういう部分あるやん。それと一緒かも。カバーって。あるよね。好きやったらうまく歌えるか。どうですか。あとはまあやりたいようにやってたらそれでいいのかっていうね。そうやな。あるよね、いろいろね。そう。でもご本人が味があるから。個性をこう意識してる人じゃないですか、レイちゃんって。そうですね。だから私らもちょっと個性でいこうかなと思って、はいはいはい、全然違う。ちょっと劇場的な感じにしたよね。はい、私は好きやけど。ちょっと、もうちょい、こう、ブラック感出していこうかなと思って。うん。なんか、バンドでやったらこんな感じみたいな。はい。うん。ブラックミュージックを、まあ、こう、バンドでやったら、うん。っていうのをテーマにしてやりました。はい。なんかこう、ブラックミュージックのミュージシャンが弾いたらどうなるかなみたいな雰囲気をちょっと出してもらいましたね。はいはい、そうですね。はい。はい。私はまあいつものごとくというか、あんまりこう頑張りすぎないように色っぽく歌うのに大変でした。よかったです。でもすごい。あ、そうですか。よかった。ヒロ君のテーマいつももっとこう色っぽくとか大人な感じでっていうのがレコーディングのテーマで与えられるので、はい、あんまりこう
貼ると怒られるね。うん、最近ね、ちょっとね、好みもあると思うけどな。好み、完全に好みだと思うんですけど、うん。あると思うけど、まあ私も若くはないというか、34なので、まあ、なんていうの？貼り上げることばっかりするのもちょっとちゃうやん、年齢的に。そうですね。こう、駆け引きが必要な年齢やと思ってるから。なるほど。難しいね。そう。その駆け引きの具合が、アラサーの私とアラフォーのヒロ君ではちょっとちゃうね、多分。はいはいはい、アラフォーになってきたヒロ君には、ちょっと強く感じる部分が多くて、その加減が今回難しかった。より変態キックな感じ。まあ、脱力してほしいんやな。年、取れば取るほど。いいで、うん、わかるよ、いいで、はいはいはい。若い時ほどパワーあり余ってるからな。はい、その狭間におんねん、たまんし。20代と40代の狭間やから。なんか、20代から30年かけて女性って服悩むねんけど、はいはいはい、それと似てる気がする。そうですね。歌い方にさまよう、この年頃みたいな。はいはい。なんかポップなエロさっていうよりは、うん、こう。妖艶、うん、うん。色っぽい。うん、柔らかい色っぽさ、うん、感じかな。そう、それは難しいですよ。ねえ、はい。曲のレベルが高いから、そもそもの。だから難しいですよ。ね、かわいいね。何、うんうん、ポイントは何かありますか、アレンジの。アレンジ、うん、アレンジはね、どこまで言っていいんかわかんないんですけど、うん、自分が好きな、まあ、アーティスト、バンドの、要は、参考にした。参考にしたかな。なるほど。はいはいはい。多分し、そのヒロ君が好きなバンドを知ってる方は、聞いたら、あーってなるぐらい、はい。インスパイアされて、そうですね。混ぜたよね。自分にとってはもう、子供の時からすごく一緒に育ったような、うん。あれなんで、曲とかなんで、うん。この言葉でもし、あのバンドでしょって分かる方は、だいぶヒロさんのファンやね。はい。だからもう、勝手に出てくる感じ。うん。あ、意図してっていうよりは、なんとなくでも勝手に出てくる感じで。うん、いや、ね、まあ、私、あんまり言われへんな、これは。二人とも別にそんなバリバリブラックミュージック聴いてきたかって言ったら、別にそうではないから。うん、そうでもないですね。はい。まあ、よりちょっとポップスに近くはなったと思いますけど、でもまあ楽しかったね。楽しかった、すごい楽しかった。普段やらへんジャンルやがめっちゃ楽しかった。はい。私は普段やらへんジャンルやねんけど、めっちゃ好きなジャンルなので、すごく楽しかったです。はい。はい。それが出てたんじゃないかなとは思います。結構ね、演奏もしたんですけど、うん、すごい楽しかったです。うん。なんか、跳ねてた。なんか、ウキウキしてる感じが出てた。特にギター。楽しいのが伝わるような伝わるようなギターだと思う。はい、もし聞き逃した方は、ぜひギターに中心、ギター中心に聞いてみてください。はい。はい。ということで、今回は、レイコさんの No More のカバーをさせていただきました。はい。はい。一緒に楽しんでくださった方は、ぜひチャンネル登録といいねボタン、またリクエストがあれば、ぜひお待ちしております。はい。それではまた次回の動画に、あれ？それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。この子、名前は？ん？めめちゃん。めめちゃん？かわいいね。めめちゃんね。めめちゃん。今は詳しくは言いません。なに最近ちょっと BE:FIRSTとか BMS を見習おうと思って。何？含ませてんの？含ませてんの。